はい、皆さん、こんばんは。なすびです。はい、始まりました。今日のなすびガイドでございます。で、今日ナなすびガイド。いつもは、今日のなすびガイドっていうのは、あの、僕が毎日ビアコガイドで工場に出させてもらってるんで、あの、 まあ、いつもの日々のビアコの情報をリアルタイム、毎日更新でまあ伝えていくってコーナーなんですけど、いつもは古城で撮影してるんですけど、あの、ちょっと今日はお客さんと、まあ、別の船で出たお客さんと勝負っていうことで、まあ僕も釣らなきゃいけないっていう、なんか、あの、あれですね、企画もの、企画もの対決ということで、 僕もちょっと真面目に釣りしてて、で、あのー、全く、全くナスビガイド、今日のナスビガイドっていうこの YouTube チャンネルを撮影するのをすっかり忘れてたんで、あの、今撮ってます。はい。ということで、本日のゲストさんは、あのー、常連、超常連の、このチームときめきバスクラブっていう、そのリーダー、西谷さんが遊びに来てくれてて、で、一人、 西谷さん1人で遊びに来てくれてその他の共通のお客さんとまた別の船で、まあ、僕ら西谷さんとチームを組んで勝負っていう感じでやったんですけど。 まあ僕結構一日真面目に釣りしたんですけど、あの、釣れませんでした。釣れませんでした。丸々坊主です。で、迷惑をかけて負けちゃったんですけど、なんとあの、西谷さんに、あの、六丸が釣れて、六丸一本釣れて終了っていうので、まああの、負けたんですけど、なんてすがすがしい終わり方ないやっていうので、まあすごい、まあ、いい感じでしたね。まあガイドとしてはまあ一本だったんですけど、まあ、最後にドラマチックに六丸も釣れて、まあ良かったです。で、六、で、あの、ナスリーグで、ナスリーグ、最近やってるナスリーグ、 リグで60を釣ってるんですけど、あのー、まあなんかんややろうと思ってやってるわけじゃないんですけど、結果としてもうなかなか数は釣れないけど食ったらめちゃでかい釣りにナスビガイドになっております。なぜかなんで明日からまあまあちょっと修正しながらまあでかいのも混ぜながらいろいろ数も釣り釣ろうと思ってます。でなんででかいのしか釣れないかっていうと、まあスポーニングもまあ真っ最中になっててまあちょっとバスがニュートラル状態というかナーバスになってる感じは。 あの、毎日出ててあるんですけど、ま、そこものをやっちゃうと、まあ、何かにあるところを狙ってるんですけど、何かにあるところで止めてあげると、まあ、多分数は釣れるんじゃないかなと。まあ、やってて、結構やり心地がないから、ちょっと耐えれずナスリグ。ナスリグはずっと動かし続ける釣りやから、うん。<laughs> ま、やり心地もあって、まあ、まあ、ま、飽きずにはできるんですけど、それをやっちゃうと、バイトはめっちゃ減るけど、でかいのが釣れるっていう、今の現状です。ちょっと前までは、あの、40アップとかのアベレージが、 まあ結構たくさん釣れたんですけど、今はそうでもなくて。で、まあちょっと今日やって思ったのが、ちょっとバスが浮いてるんじゃないかなっていうので、まああの、未納系とかもいいと思います。ちなみに今日クランクとかスコーンも巻いたんですけど、全然ダメで。まあ多分やりきったら一本釣れるのかもしれないですけど、まあちょっとパターンとしてははめるのはまあ厳しいかなっていう状態ですね。うん、まあまあ難しいんですけど、まあ癖が強いっていうだけで、何かはめ込めたら釣れるかな。 んて、まあまあ普通にたら適当にそこものをやるだけじゃ多分本当に厳しいかと思います。なんでなんか、何かにあるところで止めるか、ミノを使うか。まあで、ナスリゴを使って数は少ないけどどでかいやつを狙うかっていう、まあナスビガイド、ナスビ的思考ではそんな感じですね。まあまあということでまあ今日のガイドはまあ良かったとしても、まあ、明日からまた頑張ります。ときめき